はい、西脇市の西林寺さんですね。まあ、とにかくアジサイの目が有名なんですけどね。とりあえず、今日はですね、何か椿があるという、これ、椿がね、あるよってちょっと見に来ましたんで、ご紹介しますね。ここは高頃に当たるんでしょうかね。西脇からちょっとこうね来たんですが、どこに椿が咲いてるんでしょう。修復中となってます。立派な山門ね。ここに何かちょっと小さな花が咲いてますね。あそこにも駐車場があるんで、そこにも入ってこれますね。かわいいですね、この花ね。ちょっと松をかき分けて、そこにも駐車場あります。結構立派な寺なんですよね、これ、この辺の古刹ですよね。やっぱり報道仙人さんですね。まあ、播磨からこの辺もずっとね作らはったんですね。立派な方ですね。はい、山門ちょっと裏から見ましょうね。これ修復中らしいですけども、仁王さんみたいなのがチラ見できますのでね。これなんか黒い像やね。向こうにも像がいてはんねやろね、これ。修復中。なんか新しそうやね、この像。向こうかが古いのかな。また新しくできたらね、また見に来る機会があれば、ぜひ、見てみたいと。あ、これですね。カラコ、いや、虚子？虚子、なんやら。俳人ですか。俳句の方やね。これですかね、その有名な椿はどういう風にあれなのかがいまいちわからないですけど、なんかバラの花みたいな椿やね、これ。綺麗じゃないですかね。ちょっと写真をピッチ、これ見てください。これね、バラの花みたい。絵になる写真が撮れるところが、これはちょっと黄色になっとるね。だんだんもうあれやね、椿が時期があれかな。この辺ちょっと綺麗から撮っといたろ。よいしょ。こんな感じですね。向こう側にもなんか赤いのあるね。これもあれかな。この辺がまあ椿のあれか。あ、これも綺麗な。なんかこっち側にもなんか変わった。なんか赤と白のやつ。ちょっと枯れ気味のところもあるけど。あ、ちょっと裏側にまた余計なんか椿ありますわ。ね、このような感じでぜひ鑑賞いただければと思いますね。はい、ちょっとここで一旦ね。はい、西林寺さんにちょっと進んできましたね。左側のところが先ほどの椿ので、前がちょっと修復中の山門です。でここが有名な紫陽花ですね。まあ当然まだアジサイは咲きませんのでね。でも何年か前に来た時はね、結構ここにいろんな地蔵みたいな句碑みたいのがあって、ここね句碑多いんですよ。何か有名なははあの俳句の方のね、昔の虚子さんとかね。でまだこのようなアジサイあれですね。
でここトイレもあのお手洗いもあちこちありますしね、あの便利な、どこです、駐車場そこからやから入ってこれるしね。それでガーッとこう入ってきてね、あっと驚いたのがね、あの椿なんですわ。紫陽花園通り過ぎまして、まあ梅の花も今咲いとんでるけど、ここずっと上がってきたらね、思わず目についたのがあの椿。見えますか？まあ見えへんやろね、もうちょっと。すごいんですよ、ここ椿がね。こんな椿あるとは知らなかったですけどね、ほんますごいわ。かなりこれ、まあこれも椿の木ですけどね、これ前と普通の椿ですやんか。でここに西脇商店さんいうのもございましてね、なんかあのこれも味わいあるね何か知らんけど、ここ入ったとこにね、これ見てください、すごいですよこの椿、恐ろしいですねこの椿、強烈ですわ。もうなんかね圧倒されますよ、めちゃめちゃすごいわこれ。こんなん見たん初めてよ俺。感動伝わります、この恐ろしい。もうちょうど先頃じゃないですか、しかもねこれめちゃくちゃすごいですよこれ。よく写真撮ったろ、なんかつぼみもあるし、まだあれやで、これからですよこれ。まだ恐ろしい、こんな椿見たことあります？ほれ怖っ、襲われそう椿に、椿の魅力に引き込まれそうですよこれね。え、真ん中のもじゃぶじゃっとしたのは何でしょうね。ごっつい木ですわこれ、一本だけやけど、これだけど周りは椿多いですよすごい、うん。なんか向こう側もね、ここはまあ商店さんやからね、うん、ちょっと後でも再生させてもらおう。こっち側にもなんか普通の椿はここら辺にも共産ある、まだ咲いてないから、咲いてるやつもあるけどこれからですね。あ、これが終わってるんだ、まあ、終わってる花もあるのか。でもあの辺奥まで椿の林みたいなのがすごい、お地蔵さんも容器あるねえ、なんか五百羅漢みたい、お地蔵さん容器あるわ、すごい面白いねこれ見るだけでも、ものすごいお寺ですねこれ。これはじゃあぜひクローズアップしてほしいね、こういうええお寺は。見てんあの椿ね、ここら辺もずっと椿ですよこれ、だーっと恐ろしいぐらいの鐘楼。まあまあそんな感じでね、今日はあのアジサイの話に椿のサイリングさんにお邪魔しましたけど、これはねぜひ一度ご覧くださいね、私のおすすめスポット、サイリングさんの四季の花、椿、紫陽花ね、梅も咲いておりました。ぜひお越しください。それではまたお会いしましょう。